よし、やハロー、どうもこんばんは。アニメリアクション人ことマジラジオギニハマです。はい、現在ですね、6月19日月曜日の午後11時29分になるとしております。さて、今日で最終回かな、ゴールデンカムイ4期12話、48話ですね。Amazon プライムで、見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってくると思いますので、できればちょっとそれを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは、普通に視聴していただいた後で、あ、ここでこんなリアクションしてんねやっていうのを確認していただければと思いますので、お願いします。いきます、3、2、1、スタート。前回、海賊坊太郎が、そう、これ見っけたよね。松田平太の。ああ、これ見られたんや。あ、ちょっと不穏やな、これ。前回あれやね、札幌で、宇佐美と、菊田かが、土方と有子とすれ違ったんよね。お互い気づいてない状態で。で、なんか、宇佐美の声、違う。有子が、どっちだっけ、前回。宇佐美が門倉の声を聞いて死んだ知り合いの声が聞こえた気がしたんですけどって言ってたから、門倉はあれやね、あいつ名前何だっけ、名前飛んだ、土方と牛山に毒入れたやつ飲まして、多分あそこで死んだと勘違いしてねえのね、宇佐美は。門倉が名前飛んだな、あれ。第48話発射。さあ、果たしてお前その入れ墨認否が意味ないかどうかよね。家臣ね、国づくりをして。16×1200。おアシリパ、おお、素晴らしい。陸に突っ込むのこれ。おお。あ、落ちた。海になかったら海賊坊太郎が荒れちゃう、有利じゃない。あ、スクリーン巻き込まれるか。もうガバガバ。うわ、これはやばいな。ガバガバ、魔法少女マジカルデスロイヤーズのピンクちゃんね。
そう、海賊ボータルは30分以上潜れるもんね。これもうちょっとこっちゃなんす、うん、オッケー。お、わ、髪の毛でそんなことできる？お、白石が飛び込んだ。うわ、さすがの富士見の杉本といえども、水中はどうなん？え？ほんまゴールデンカムイってこれがええのよね。お、鮭か。俺は富士見の杉本だ。お、ボータロースクリューに行くんじゃん、これ。足が挟まったな。おお、助けた。あれチョウザメ？へえ。白石は何をしてんねん。おう、組むんよ。土方と鶴見ね。果たしてほんまに、うん、裏切りそうな気はする。あ、バシリア。クジラ？うん、足場さん当たったね。
アシエパさんに当たったらどうすんだーって言ったもんね。チョウザメってキャビアやんね。ほう、うん、キャビアは食ったことございません。基本的に、ああキャビアってうまいんかな。耳が赤い。耳真っ赤っかいじゃね今。まあ金塊争奪戦からほんま下ろしたいもんね、杉本も。ひんなひんな。普通にうまそうやな。あ、はい、ひんなひんなかな。ひんなひんなひんな。おたる。あ、ソフィアやん。あ、ソフィアゴールデン、何だっけ。キロランケとウイルクと一緒に組んでたんだな、札幌。なんでスーツなんや。何してんねん宇佐美これ。ハハハハハハハ。何してんねん宇佐美ほんまに。嫌やろ。よう触るな。なんでわかんないそんな。正史探偵。あ、きっと役に立つ。うん、言うてたな。はあ。おいやいや、シコ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 言うてる。これは何やねん。
ほんまになんやねこれは。あれも入れ墨の囚人やったっけ、この娼婦殺しも。男塾のあの男爵ディーノみたいやな。おお、菊田すごいね。うわうわうわ、最悪最悪うわ最悪最悪やこれ。あ、娼婦がやられた、また。ああ。ああ、この時代 DNA 鑑定ないもんね。外国人やったのか。顔はね、割り子、おう。二重スパイやもんね。登別やったな、あの話だ。いまいち中央とかよう分かってないけど、ね、私はあなたの子供ですって。土方や。嫌うしやん。嫌うしは門倉と組んでるか。だから土方陣営やな。小武装。牛山や。あ、トニアンジか。カンタロウやね。カドクラ。
尾形長倉か。ああ、石川か、僕。はあ。ジャック・ザ・リッパー、切り裂きジャック今度一緒や。40日後に。昨日21だな。クソの塊じゃねえ、あれだな。あれ山本理髪店刑事刑事。雨やや前回の。あこいつ入れ墨人品。ほう。通ってきた道か。オホーツク海沿岸。終わりかな。今日で終わりかな。何してんの、わかった。ああもう一回な、あ消えたカムイ、おおもう一枚あるわ、はい、おってことは、ゴールデンカムイ4期も13話まであるのかな、それともこれ2クールなんかな、ど何話まであるんやろ、まあ今回とりあえず棒太郎が何だっけ、松田平太のあれタバコ入れたかな、あれの中にある、砂金を見つけてしまったがために、まあ杉本と、まあ杉本陣営を、そうか、俺を狙ってきたのかっていうふうに感づいたんかな、で手は組めんってことでバトルになったんやね、まあまあそんな中でこう杉本が助けたと、
で、まあ、そのもしも棒太郎の情報が、もうすでに、近海のありかをもしかしたら知ってるのであれば、なんつったら拷問して聞き出すよりも手を組んだ方がいいだろうということで手を組むことになったのね。まあ、あの緊迫した中でこう白石が「はあ」ってあの天使みたいに見えるふうに、見せて、こう白石はこうあれね、こう口の中の空気を杉本に送ろうとしたのね。まあそれはなるわな。ああいうのを入れてきてくれるところがやっぱり素晴らしいですよね。まあ、ほんで、あれは江別か。江別で、チョウザメを取っての久々じゃないかな、あの飯のシーン。キャビア食ったことないし、食ってみたいですね。で、一方、札幌では、連続殺人犯。名前なんて書いてたっけな。まあ、後でもう一回見ようか。を、宇佐美が気持ち悪い方法で見つけてたね。正史探偵。きっと札幌で宇佐美が役に立つという言葉は、ああいうことやったと思う。まあ、正史の家系はもう男的には見とうないわ。だけどまあね、追い詰めた菊田が顔面に食らったのは、あれは嫌やな。あれは嫌や。まあそして、まあ二人が、娼婦がやられてしまったと。で、そこで、菊田は、宇佐美にもう一方に行かせつつ、蟻高を見つけたと。お前、そのがたい隠せると思うなよと。中央政府のスパイなんですかみたいなこと言ってたね。ちょっと中央がどうとか、あんまよう分かってないので。多分俺コミック見返しても中央がどうとかよう分かってません。とりあえず、アリコじゃないわ。菊田は、何？ほんまは裏切り者ってことなんかな。今、菊田ってどっち陣営やったっけ？土方。あ、鶴見か。鶴見陣営か。だから、ねえ、中央は何？金塊を見つけて鶴見を消せって言うてるって言ったかな。だから菊田は裏切り者なんかな。ちょっと分からへんな。まあそしてこの石川啄木の知識がすごかったですね。その切り裂きジャック、リッパー、ジャック・ザ・リッパーかのその、犯行と全く同じ、ことを模倣されてる。だからあと40日以内に、まああのヒゲのおっさんやね、捕まえへんかったら、逃げられる可能性があるというところで今回は終わりと。どないして捕まえんのかな。また宇佐美が活躍するのかな。見たくないな、あの戦いね。まあ、そして、まあ、棒太郎陣営と、まあ、杉本陣営が次どう動くんやろ。これ、どんどん札幌の方に来てるやないか、みたいなね。その、何？子供誘拐犯？それが、飴売りやったという。飢餌刑事って言ったっけ？あいつも囚人やったのね。面白くなってきましたね、またね。はい、ということで、ゴールデンカムイ4期12話、48話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介、軽くやりますんで、聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在は、コロナの影響で約3年4ヶ月にわたって仕事が全く持ってない状態、貯金だけで何とか生活しております。で、まあ、僕の詳しいことは全て説明文を見ていただくと分かるようになってますんで、ぜひともチェックお願いします。そして本業の、チャンネルありますんで、そちらのチャンネル登録もぜひお願いします。で、深田恭子さんと一緒に出てる CM まだ見ることができますんでね、こちら深田恭子スペース大道芸と検索をしてみてください。はい、そしてアニマルリアクションは今日で1180日目になっております。もう1日も休んでませんのでね、数々の、作品リアクションを取ってきてますんで、ぜひですね、再生リストの作品ごとにまとめてますんでチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。